カ重寺春豊は、安土桃山時代の公家。生は、漢ン寺とも、同情家のカ重ュ家の十四代当主。廃所である、大ー高島の旗学児の戒名は、記憶も因伝義道三子古月聖延代、古寺十三代当主、県大納言、カ重寺春秀の子。父と同じく、室町幕府第十二代将軍、足利義春からの返旗を受ける。母は、阿波谷厳史。 ここに、加重寺光豊か、甘事業園、伊達高原、坊城敏正、安倍達康氏、高林少将、佐久間安政室が、また、兄弟姉妹には、までの孝寺厚房、日蓮修立本寺十字の筆書で、大木町三条公中室、そして佐根人新郎姫で、雇用税天皇国母となった、加重寺春子などがいる。局位局官は、十一意見大納言。 順大臣宣言を被り、皇居後に、蔵内大臣。武家天壮を務め、織田信長や豊臣秀吉等と交流があった。石山合戦の際には、直視として信長と本願寺の講和を圧戦した。その日記、春と予皇記には、信長や本能寺の変に関する記述も多く、資料価値が高い一級資料とみなされている。本能寺の変前日の天正十年六月一日。 信長の上洛を祝うための直視として、関路寺京本と共に、本能寺を訪れ、信長と会見。返直後に見聞した二条新御所などの状況を記録している。山崎の戦い後には、明智光秀の女子の一人を保護している。ありがとうございます。